スノーマン、安倍良平深澤達也の同期ペアが実現。加藤茂明も緊急参戦、今夜は謎トレ、2時間 SP コメントあり。8月15日、火曜日放送の、今夜は謎トレ激突。スノーマン軍 VS 外国人が驚く日本の歴史名所ベスト20、フジテレビ系午後7時から9時時に、スノーマンの深澤達也が初登場し、安倍良平とチームを結成する。 今夜は謎トレでは、有田鉄平、クリームシチュータカ、タカアンドトシ、柳原かな子、安倍良平、スノーマン、宇治原文則、ロザン、ラ・レギュラー出演者がチームキャプテンとなり、本番直前にくじを引いてゲストとのペアリングを決定。二人一組となってクイズや謎解きに挑み、回答中も随時順位が変動していくなど番組の最後まで気が抜けない戦いを繰り広げている。 2023年下半期は、上半期を再開で終えた年、高年がゲストとしてくじを引かれる側になっており、シーズンレギュラーとして様々なゲストがチームキャプテンを務めている。なお今回はシーズンレギュラーの活字量が急遽欠席となり、加藤茂明、ニュースが緊急参戦する。2時間スペシャルとなる今回は、3年ぶりに復活の、 外国人初めて書いていい感じ企画や日本の歴史名所ベスト20から出題。松丸良吾が人気スポットから出題する東大謎トレ特別編は戦争寺から送る。